江畑慎之助昭和8年8月2日は、日本の政治家。秋田県仙北郡半詰村の村長。号は、紀信。1871年、飯詰村中島の租法家、江畑宇三郎である長男。江畑家は当時仙北郡では、高梨村の池田家に次ぐ、大叔父主であった。1901年から1933年までの長きにわたって、飯詰村長を務めた。若い頃から学問熱心で、人格勾昧の国士として知られる、杉浦重武の塾に通い、田尻根治郎らによって創立された、専修学校では、経済学を修めた。1894年5月、北秋田郡大館町出身で、秋田市の家事新聞の主幹も務めた、新聞人、漢学者の狩野晃法を、飯詰村の自宅に招き、邸宅内に私塾、養鶏学舎を設立し、1900年頃まで自らも学び、子弟の教育に当たった。養鶏学舎では、若い頃の深沢多子も漢学を学んでおり、深沢とは生涯親交を結んだ。1895年2月、新之助のまたいとこにあたる良太郎が、狩野晃法と共に文芸誌、大家を発刊している。1901年より、飯詰村長を務める。村長としては、1916年には、中島と佐野の小学校を統合して、飯詰尋常高等学校の創立に貢献し、1921年12月12日、奥羽線の飯詰駅と横手駅の間に、あと3年駅が開業すると、江畑は、付近の開発に乗り出し、1923年、長岡昭に依頼して、飯詰あざ山本の地に公園を作った。山本公園は昇山丘の地形を利用した公園で、翌1924年からは、公園内に設けられたあと3年競馬場で、あと3年競馬が始まっている。同年には、秋田県初の全県スキー大会を、公園内のあと3年スキー場で開いた。なお、山本公園建設中に、縄文時代中期の土器が出土し、竪穴城遺構が検出されており、今日、飯詰竪穴郡として、県指定史跡となっている。大正年代から昭和初めにかけては飯詰村農会の会長を務めた。その他郡会議員、県会議員を務めている。また、1932年9月16日から同年11月28日まで、第8代秋田県町村会の会長を務めた。村長職は死の直前まで務めた。その間、育英事業や農事改良に力があり、村外の治水、用水にも熱心で、千夜村に一条木ため池、畠屋村に、富津、沢ため池を建設し、特に7滝用水改良の功績は大きい。その他、スポーツ振興に尽くし、県体教顧問を務め、上述のあと3年スキー場、後3年競馬場のほか、仙北郡外小友村出身の関脇両国家事之助や横綱武蔵三部の育ての親と言われた。地域では山本公園内に相撲場を建設し、後3年を本拠にして秋田県南相撲協会を設立、自ら会長となって年2回の相撲興行を行った。高梨村の池田文一郎、大川西根村の小原六兵衛、横手町の片野重長、若林源之助らが後援者として名を連ね、活況を呈した。慎之助は東京から大学の相撲部を招待して合宿させ、県南の力士たちを合同練習に加えるなどして、技能の向上に努めている。1933年8月2日死去、村葬が執り行われた。菩提寺は六郷町の浄土宗本覚寺。奥羽線半詰駅前に居住していた郷土史や深沢多子は、1922年の自宅より失火して多年にわたって収集してきた珍跡、書画、資料、馬関書5000冊余りを失い、これを契機に貴重な文献資料の交換を深く痛感して、以後、目に留まった資料はすべて当社印刷して、同行の士に配ったと言われる。また、宮城県には仙台草書、岩手県には南部草書があり、それぞれ館内の古記録や古文書を収めており、秋田県においても秋田総署が必要であると県の当局に何度も進言した。結局自費での出版となったが、この総署の刊行には極めて多額の資金が必要であった。深沢は編集顧問に京都帝国大学の北定吉教授を招き、編集、校訂は深沢のほか、沼田平次、須田祐介、細谷測理、大山純三、国本義春などに依頼して、経理関係は深沢が負った。深沢は、秋田総署刊行の主意を、秋田県内外の当時の多額納税者200人に送って会員を募ったが、実際に会員になったのは飯詰村の江畑ただ一名であったと言われている。ありがとうございます。